い、じゃあ白も。確かに、青だしね。やだな、これ大丈夫かな。白も呼ばれる。なんでそっちなんすか。一緒に入って。じゃあ、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 さっき俺も喋ったよ、ね、名前見て青森山田三国もうこの時点で決まりじゃないビーチだから、ね。はい。
最優秀選手ザ・ファストに選ばれた選手を影山技術委員長より発表していただきます。優秀選手2人選ばせていただきました。まず1人目大宮アルディージャ中島春人と。おめでとうございます。ではどうぞ表彰台の方までお上がりください。2人目鹿島学園高校大川博人。以上2名の選手が今回セレクションの最優秀選手ザ・ファストに選ばれました。まず素直にとても嬉しいです。正直自分がこんな素晴らしい賞を取れるなんて思ってもなかったので、自分のプレーを出し切って素晴らしい賞を受け取れたので、これからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、めちゃくちゃ嬉しいです。自分の全部を出して選ばれたんで嬉しいです。ありがとうございました。以上をもちまして U16 年代セレクションザ・ファストの表彰式を終了いたします。得点を決められたところと、間で受けてチャンスメイクしたり、ドリブルで突破したり、自分のいいところをいっぱい出したのが受賞した要因だと思います。僕は自分の持ち味のスピードってところで、フォワードとしての役割はゴールを決めてチームを勝たせるってところだったりもするんで、自分のスピードを生かして得点を取れたっていうところはすごい自分の中で良かったのかなっていうふうに思います。資料をもらった時に前から知ってたプログラムで行ってみたいなっていうのがあって、絶対選ばれてやるっていう気持ちで挑みました。こんなに自分のプレーを生かしていい環境でサッカーできるってところで、自分のプレーを最大限出すために日頃からこのためにいろいろ準備してきたので、このようないい結果が出てとても嬉しいです。久保選手はやっぱりドリブルもシュートも全部なんかこなせるっていうか、世界トップレベルでそれをやってるんで、それはすごいなって思ってます。久保選手が外でプレーを見てるときに、自分が絶対に目つかしてやるみたいな感じで試合に臨んだんで、自分のことをどういうふうに思ってるか分かんないですけど、少しいい印象が出たらいいかなっていうふうに思います。高窓決勝でやってます。めちゃくちゃ足速くて上手くて何でもこなせるみたいな、そういうイメージはあります。高窓決勝の時から知ってて、自分は入ってきた瞬間にもうすぐドリブルが得意っていうのを知ってたんで、すぐチームメイトに伝えてようにしたんですけど、ドリブルが本当に上手くて、もうなんていうか自分が隠せてると思ってても全然隠せてないポジション取りとかをしてて、結構普通になんかやってて嫌な選手だなっていうのは思います。上田綺世選手で、前も柏原君に来てくれたんですけど、昨日の代表戦でも天気見てて尊敬してます。自分は小学校からずっと憧れだったクリスティアーノ・ロナウド選手で、最後の決めきるところだったりとか全てこなせて、ロングシュートだったりとかもすごい上手い選手なので、あんな選手になれるように頑張りたいと思います。やっぱりさっきも言ったんですけど、結果にこだわるっていうのがあって、やっぱり日本でも海外でも関係なく自分のパフォーマンスが出せたらいいなと思います。海外に行ったら日本とはまた違うフィジカルとかそういうところが結構強くなってくると思うので、そのフィジカルとかにも負けず自分のプレーを出して海外でも活躍していけたらなっていうふうに思います。まずは世代別代表入って活躍して、それから経験も知識も蓄えて A 代表、最終的には A 代表入って活躍できるような選手になりたいです。自分も今まで代表っていうところでプレーしてきていなくて、この環境でプレーできてこのような賞を、取ることができたんで、
将来も代表とかに呼ばれるように頑張って世界でも活躍できるようなフォワードになりたいと思います。